皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の社会、長く続いた戦争と人々の暮らしの1時間目の動画です。この動画では戦争が続いていた時期について資料から気づいたことをもとに学習問題を作っていきます。 教科書の128ページ、129ページを開きましょう。この教科書の真ん中にある写真を見てください。どんなことに気づくでしょうか。同じく 広島の町を写した絵はがきが左上にありますねこの写真と比べるとさらにどんなことに気づくでしょうか比べるためにベンズを使ってみましょう。ノートに 2つの円が重なるようなこのような図を書いてください。その図の左側に原子爆弾が投下される前の町の絵はがきの様子。右側に原子爆弾投下後の広島の町の様子。それぞれについて気づいたことを書き込んでいきます。 真ん中には共通点を書きましょうでは円を2つ書いてそしてその中に気づいたことを書き込む時間を取りますこの動画を一時停止して書き終わったらばまた再生をしてくださいではどうぞ けましたかではまず2つの写真の共通点真ん中から注目して見ていきましょう10日前も原爆10日後も川がありますねそして橋が架かかっています。さらに 原爆ドームと呼ばれている丸い屋根の建物があります。他にも共通点はあるかもしれませんね次に違いを確かめましょう。まず原爆10日前は建物がたくさんあるけれど10日後は ほとんどの建物が壊されていて瓦礫がたくさんある。10日前はドームに屋根があるけれど10日後は骨組みだけになっている。原爆10日前は橋の両側にガードがついているけれど10日後はついていない。 他にも違いを見つけられた人もいるかもしれません。ここまでで、原子爆弾というものがどれくらいのものを壊したのかがわかりました。では、そこにいた人々はどうなったのでしょうか。 広島には現在も原子爆弾で壊された建物のうち原爆ドームと呼ばれる建物が残されています。これは1996年に世界文化遺産に登録されましたまた広島市では。 原爆ドームのある平和記念公園で、毎年8月6日に式典を行っています。平和記念資料館の館長さんの話からわかるように、原子爆弾の被害について忘れてはいけないという願いが込められているようですね。 これまでの学習で、日本は開国以来、ヨーロッパなどの強い国に追いつき、追い越そうと頑張ってきました。それなのになぜ原爆が落とされることになってしまったのでしょうか。主な出来事が年表にまとめられています。これらの出来事が関係しているようですね。 ままとめます原子爆弾の被害たくさんのものが壊されたのは分かったけれどその時の人々はどうなってしまったのか今も残されている原爆ドーム残そうとしている理由は何なのかそして この時代の主な出来事長く続いた戦争の中どんな暮らしをしていたのかこの3つのことからこの単元の学習問題は長く続いた戦争は人々にどのような影響を与えたのでしょうかにしますこの単元の最後に 自分なりりりに振り返りとしして文章をを書く活動をしますですので単元の学習を通してこの学習問題を意識して取り組むようにしましょう。これで単元の1時間目を終わりにします。